はい、こんにちは。大道詰将棋の恐怖問題の発展系です。で、大道詰将棋っていうのは、縁日などで、ヤシと呼ばれる方が、お客さん相手に、さあ、詰ましてみろと言って、詰ましたら、賞金あげるよと。その代わり詰まさなかったらと言って、まあ、お金を巻き上げていくというものなんですけども、まあ、それには、一見詰みそうで、うまい受けがあるという、からくりなんですけども、からくりで言ってももちろん、詰将棋なんで詰むんですけども、で、まず、この、今日の問題図はこれなんですけども、これのいろいろな途中の絶妙手を説明するのには、基本形の恐怖問題からやっていかなきゃいけないんで、まあ、以前の動画でもうすでに知っている方は、まあ、途中飛ばしていただいて構わないんですけども、まず、この図面の前に、この銀がなくて、ここに歩があるのが、第2弾でやったものです。これももちろん詰むんですけども、この歩一体なんだよと。で、この歩がいなくなったら詰まなくなっちゃうんだけど、ここに銀があれば詰むというのが恐怖問題の恐ろしいところで。じゃあまず恐怖問題の基本形からちょっとやっていくんですけども、それにはちょっとまず超基本的な図形からやっていくんですけども、恐怖問題というのは、3三に攻め駒の要の金がいて、で、3一の地点は、玉の歩がいて逃げられないパターンと、攻め駒の利きがあって逃げられないパターン。これちょっと、詰む歩の数が微妙に違ってくるんで、後で説明しますけども、一番の基本形は、この状態で、強に歩が1枚では詰みません。2枚だったら、詰む場合と詰まない場合がある。まあ、要するに、受け方が上手ければ詰まない。ので、これを確実に詰ますには、歩が4枚必要であるというのが恐怖問題ですと。これ一見、下から強を打って、合駒意味がないから、まあ、逃げて、ここへ逃げたらもうそのまま金が進むだけ。1、2に逃げたら、途中下車してなってから下がって2、2というふうに詰んじゃうんですけど、簡単に。でもこれにはうまい受けがあって、2、3に途中の合駒、中合というものをします。これ一体何の意味があるか、ただで取られちゃうじゃんと思いきや、ただで取ると、そこで1、2に逃げると、今日は今度、ここにはもう下からもう来ちゃってるんで慣れない。なるとしたらここだけ。こうなったらこの駒が何であろうと、この状態からじゃあもうたとえ飛車でも下から打ってももう詰まないということなんで、この中合は原則取ったら詰まない。原則といったのは実は飛車、まあ、さっき見たくなっちゃったら詰まないですけど、この状態で飛車ならばそれはもう単に取っちゃってる。で、ここ逃げても、ここの地点に逃げられるのがダメだったんで、上から、まあ下から振ってもこの場合は詰みますけど、飛車だとかっこよく。まあ上から単に押さえて。という意味では、実は強者の合駒でも同じで、1、3の地点を埋めればいいだけなんで、1、3の地点が埋まったら、あとは2、2になれば詰んじゃうんで、2、3の中合は、飛車や強だったら、歩はなしで詰みますと。で、じゃあ他の駒だったら、他の駒だったらこれはもう取ったら今の筋で詰まなくなっちゃうんで、じゃあまず一旦は2-2に打つと。で、1-1に逃げて、1-2歩を打って、この時にこの歩が取れない駒、すなわち斜め後ろに進めない角か銀以外の駒だったら、これで同玉を取るしかなくて、そこでこの駒を取っちゃえば、もうこの駒いらない。下がって、2-1に歩がなって、同玉に2-2というふうに詰んじゃうんで、この合駒は、角か銀ならば、もう少し延命できると。で、いうことで、じゃあまず角だったらと、今まだ歩は使ってないんで4枚ありますと。で、角だったら、歩は2枚で大丈夫です。こう打って、1-1に逃げて、で、この歩は、まあ、玉だと詰んじゃうから、同角。で、2-1になって、香がいるんで玉では取れないから、角で、角は頭が丸いんで、2-2に寸止めで成り替えれば、これで詰みと。いうことなんで、最善は銀。銀だと、1枚まず打って、1-1で、2枚目打って、同銀で。で、成り捨てて、これも同銀の一手で、ここで、銀を喜んで取っちゃうと、同玉で、2-2からしか打てない。そうすると、打ち歩詰めで詰まないんですよね。で、これがさっき言った3-1へ、玉がいけないのが、攻め駒の利きがあって逃げられないんだったら、この状態で、
こっちに銀が打てて、まだ歩が2枚残ってると。で、1、1に逃げて、1枚使って上におびき寄せて、2、3になり替えれば、歩は3枚で済みましたと。ここに3、2に銀が打てるバージョンなら。でも、今はこれは、3、2銀が打てないので、今あと2枚残ってて、で、今、こうなった状態ですね。香車がまだ下にいると。で、ここからこれを詰ますには、まず、1、2に打って、これ、同銀と取ると、2、2銀で詰んじゃうんで、1、2歩には同玉と。で、2、3に香が慣れて、で、1、1に下がる一手で、これで4枚目の歩を打って、同銀の一手で積み上がりというのが恐怖問題の基本形。じゃあ、その次の難しいバージョンというのが、桂馬が3一に行って、じゃなくて4一だ。で、歩がいて、玉は3一で、で、香に歩に、で、1六にこの歩があると。これが、恐怖問題、まだまだ、ここに歩があってと。この状態。これが恐怖問題の第2弾で、これ、さっきの基本問題にどこに行き着くかというと、まず、この状態で、今持ち駒は香と歩が1枚。で、これ、違うのはここに桂があるのと、まあ、この2枚は違いますけども、ここで王手をかけるとしたら、この桂がこっちの歩をならずで取るか、こっちに何も取らずに入り込むか、ここに歩を打つかぐらいしか、有効な王手はないですよね。この3種類のうち1種類だけが詰んで 2通りは詰まないと。じゃあまずこれが詰まないのはさっきも説明しちゃってますと。こうなってこうなると恐怖問題。3、3に金がいて3、1は逃げられない。香と歩でこの場合香に歩が3枚なければいけないですね。歩が3枚あればさっきのここの銀を取った時にここに銀が打てるというので積むんですけども、歩が2枚なんでこれはもう積まないから、4三桂ならずはもう最初から検討しなくていいと。じゃあ次に3二歩を打ったらどうなるかと。これで2一に逃げてやっぱり金がいて3一に逃げられないで、持ち駒が香で歩が0枚だけど、今度はここに桂馬がまだこっちに残ってるんで、桂馬がこっちの攻めに使えると、2三への攻めに使えるので、実はこれ玉方受け方を間違えると詰んでしまいますと。まあこれもうやれるとしたら下から香を打つぐらい。で、ここで、さっきみたいな2、3への中合いだと詰んじゃいます。これはもう何合いを増しても。ここで実は、これ詰まないんですけど、ここから。詰まない唯一の手。詰まない唯一の手は、2、4、桂。これがもう、ヤシがもう自信満々に打って、さあどうだという手ですね。これがもうこの問題のメインイベント。これで詰まないんですね。で、まあでも取るしかないかって取って。で、さらに次の合駒。今、桂馬と。2、3、ここは今度は銀じゃなくて、金で唯一詰まないと。これで実は詰まないんですね。じゃあなんでこれで詰まないのか。しかもなんでこの2、4、桂が一旦必要なのか。というのを話すると、まず、もちろん、合駒はダメだし、1、1へ逃げ、こっちへ逃げるのももちろん全部ダメです。で、中合、いきなり中合した場合、これはもう、どんな駒でも詰んじゃうんですけども、じゃあ、その中合が、これでさっきと違うのは、この桂がこれを取れるというのが大違いで、で、ここで、この2、3の中合が後ろに下がれない、すなわち飛車と金以外だったら、ここの2、2の地点に金がズリズリっと入って、これは下がれない駒なんで、同玉と取るしかないと。そうすると、この下からの強のエンジンのついた桂が慣れると。これもエンジン付きなんで、もう下がってもずいずい進んでいくだけで詰んじゃうということなんで、この合駒は、後ろに下がれない駒だと2二金の筋で詰んじゃう。じゃあ、後ろに下がれるのは飛車か金なんですけども、飛車だったら最初の基本問題に戻って、これは歩0枚で詰むんで、こうなった時に、まあ、かっこよく下からでもいいですけど、まあ、普通に上から塞げば詰んじゃうということなんで、飛車はダメ。じゃあ、金はと。金も、これは詰んじゃうんですね。この2、4、桂が入ってないと。ただし、この筋は、
同金と取られちゃって、今度この金は桂じゃなくて香でしか取れない。そうすると桂馬は園児の役目果たさないんで、2三金を打ってももう持ち駒がないんで、これ以上進めないと、積まないと。でもこの2四桂の中合い1回入ってない金だと別の筋で積みますと。この桂をで、この桂でこの金を王手で取りたいんで、3一さあ取ってみると、これ取ったら金で王手、あ、金を取りながら王手かけられて、もうあとは頭金打つだけで詰んじゃうんで、3一歩成は取れないと。3一歩成は取れなくて、もちろん上へ逃げるのはもう単に香がなればいいだけだから、1一に逃げると。そしてやっぱり一応念願通りこの金が取れる、取って王手かけられると。で1二に逃げる一手で、ここに香がなればいいんだったらとなれば、こう1一に桂を成り捨てて、で取るのはもう2二に進めばいいだけなんで、上へ逃げた時に2四に金が打てればこれで詰んじゃうんですね。なのでさっきの桂の中合いっていうのは、ここまで香車が来てたら桂馬が仮にここで桂の中合いを取ってるんで、この状態になるんですけども、これでももう金と桂だけだと、まあ香が背で鳴るぐらいで上逃げて金打っても桂1枚じゃ詰まないと。なんで2四の桂の中合いが必要になってくると。で桂馬を中合いしとけば、この前の状態でも、香がいて、金がいて、歩が、この状態の時に、今、桂馬を持ってると。で、こうなって、こう来た時に、これがもしも、桂馬じゃなく、前に進める駒だったら、もう、ここに打って、これが桂馬じゃなければ、こうおびき寄せて、詰んじゃうと。で、角でも、ここに角を打てば、同金で、あ、こう、すみません、ここまで来て、同金で、香がなれば詰んじゃうということなんで、2四の中合いは桂じゃなければいけないと。ということは、話、最初に戻ると、桂、香と歩。この状態で、4三桂ならずはダメ。3二歩は2一玉に、下から香を打った時に2四桂っていう中合い、同香に2三金っていう、この絶妙のな2枚の中合いで詰まないということになって、じゃあ結局これでもね、この状態で詰ます手としては2三桂ならずと。で2一玉と。で2二歩打つしかなくて、1、2玉で、ここで1五香を打った時に、この歩の意味が分かると。1、3に合駒するしかないんだけども、歩だけは2歩で打てないので、合駒は、まあ残りの駒全部可能性あって、なんだか分かんないから、とりあえずこう打った時に。で、これでいきなり取っちゃったんじゃもう上が広いで詰まないから、一旦1、1に桂を成り捨てて、同玉と落として、この第1合駒を香で奪い取るとならず。そうすると、また、合駒が必要になってくると。合駒以外は全部、もう逃げ場もないんで、合駒が必要になってくると。で、そこで、この、じゃあまず第一合駒として、もうすぐに詰んじゃうのは、もう一目分かる通り、飛車と金と桂。これはもう、王手、飛車、金。ここで桂で王手すれば。とにかく、王手すれば、この後詰んじゃうと。ということで、第一合駒の候補は、香か銀か角。なんですけども、もしも第一合駒は香の場合、これには香だと、ここで一旦成り捨てて、同玉と取る一手で、下から香を打った時に、ここへの中合いはもはや意味がないです。これ、この駒を取って上に来て、2、3、合駒取りながらなればいいんで。なんで、ここへの中合いは意味がない。で、ここへの合駒が意味をなすのは、ここの駒が横に行ける場合だけですよね。横に行けなかったらもう単になればいいだけなんで。ってことは、第一合駒が香車の場合は、この2一歩成、2九香の筋を防ぐ駒としては、第二合駒は飛車か金しかないと。で、じゃあ飛車だったらと。飛車だったら、これは、一旦まず、第二一
歩成りと成り捨てて、でそこで香を打っちゃうと、ここへ逃げられた時に、ここで香を打っちゃうと、ここへ逃げられた時にちょっと続きがなくなっちゃうんで、ここは単に美味しく飛車をいただきます。で同、これは同玉と取る一手で、で2二の歩を成り捨てた効果で飛車が打てると。であとはもう飛車が成れば詰んじゃうと。でじゃあ第一合駒が香の時に、この香の王手は2一歩成からの筋を防ぐのは、飛車は今詰んだ、じゃあ金の場合だったらと、金はもう単に取っちゃいます。単に取っちゃって同玉で2三金打つで下がって香を打てばいいんで、第一合駒が香だと第二合駒が飛車か金が必要になって、でそれも共に詰んじゃうんで、第一合駒に香はありえないとなった時に、じゃあ第1合駒は今銀か角があると。で今ここに第2合駒がある状態で、これでじゃあもう仮に銀だったらと、銀だったらここで2一に歩がなって、これはもう同玉の一手 で銀の場合はこの筋があると、さっきから出てくる3二銀の筋、これはもうここ行く一手で、もうこの合駒何でも取っちゃって香がなって同玉で2三銀になるっていう、この詰み筋があるんで、第1合駒銀も簡単に詰んじゃうということは、第1合駒の候補は角しかないと。で今これで第2合駒がこうなってる状態で、第1合駒が角と決定した。じゃあそこでやっぱり2一歩成で行くとどうなるかというと、銀との違いは同玉で3二角打った時に3一玉の筋で、これがもうこれ以上続きがないんで、第1合駒が角の場合は2一歩成からの成り捨てはダメとなると、これを取るしかないと。でこれはもう同玉の一手で、今角と第2合駒がある状態で、角1枚は確実にあるんで、まずこう遠くから離して打つと、上に上がるのは角がなれば詰んじゃうから下に下がる一手 でその時にここに前に進める駒だったら打てばいいだけ、もう何でも強でも不安ありえないんで、前に進める駒だったら打てばいいだけなんで、前に進めない駒、第2合駒は、ということは第2合駒は桂か角のどっちかで、桂だったらやっぱりここから王手して、今もう逃げ場所は一旦角が遮断されたんでここしかない、そしたら桂が3一に行けば空き王手で、もちろん合駒は意味がないので下がるだけで、成り桂よれば詰んじゃうということなんで、第2合駒も角ということが決定したと。でこれでこの状態で、そしたら今もう角で王手は一旦できないんで、まずは歩を成り捨てて角で王手できる状態にすると。でまあこっちから打ったらダメですね、これも。なんで3二角を打つと。で詰め将棋的にはこっちに行って1二に角を成り捨てて2三に角が成ってこう詰ますのが、まあ駒回らないで手数も確か同じかな、なんでいいんですけども、でもこの歩の意味と、あとうまい手という意味では3一に逃げた方が難しいと。こうなった時にじゃあどう詰ますのか、そしてこの歩が意味を成してくるというのは、うまい手4二金と。これこっち行くのはもう角が単になればいいのかな、こうしてこうなれば詰んじゃうんで、これはもう同玉と取る。でここでこの4三に角行くなるとすれば、ここにこれがないと逃げられちゃうと。それがこの5一歩の意味なんで、こっち逃げられないからここ行く一手で2一角成で、まあ歩が余っちゃうというのが第2弾ですと。でそこでじゃあ今日のこの図面に戻ると、この歩がなくて、その代わりにここに銀があってと。で持ち駒は香と歩で、ここに金がいて、ここに歩があって、大事なこの桂があると。でなんでじゃあさっきから説明している通りの話で、もう合駒の意味やなんかはもう分かっていただいたと思うんで、もうこういって2一玉で2二歩で1二玉で1五香で、でここで角合いで1一桂成で同玉で角を奪ってまた角合いと。でこっからで、こっから同じようにやっちゃうと、さっきのここに角がなった時に5一に逃げられちゃうんで、この辺から手を変えなければいけないんですけども、まあそれでもこう取ってこうなった時に、さっきは離して打ってこう上へ逃げられても大丈夫だようにした。
まあでも近づけて打つのもまあ有力といえば有力だから、これ下に逃げればもう簡単なんで、下に逃げればこの角いらないですからね。こうなってこうなって、ここへ打った効果はここだと3人になれないけど、ここから打ったならばこうなれるんで、もう角1枚いらない。その代わりもちろん近づけて打つと上へ逃げられちゃうと、上へ逃げられちゃった時にもうあと続きの王手としたら、まあこう打って同玉で角なるぐらいなんですけども、玉をここにおびき寄せるんだったらこの方がお得ですよね。じゃあこの歩なくしとけばいいんだということになって、じゃあこの状態の時に一旦歩を成り捨てると、でこれはもう同玉の一手で、それからこの角を取ると、で同玉と。さっきこれをやっちゃうと、さっきこっから打った時にこの状態にしちゃうとこうなって詰まないんですよね。なんでこれはこっから打つためにこの歩を払ったと。これ下に逃げるのはもう簡単ですよ、こう角でも打っちゃいいんで、もう簡単なんで、でこれはもちろんこう上へ逃げると、でそこで歩を成り捨てた効果で2二角が打てて、こうなって角が3四になれると。これでだんだんこの銀の意味が分かってきたと。これここに逃げると最後あのうまい手のこの1三角成りが先に効いちゃうんで、これ同玉で2三馬となっちゃうんで、ここは一旦ここまで逃げると。でこれでこの銀のおかげで馬で歩を取りながら王手がかけられると。で玉は1四に逃げると先に歩が打てちゃって、こういって金がバックすれば詰んじゃうんで、玉は、1四じゃなくて先にまず2四に逃げると。でここでゆっかり歩打っちゃうとこう逃げられてちょっと続きがなくなっちゃうんで、歩はまだ打たずに一旦馬が入って、で1四逃げたらこの最後の本来の筋のこの1三角成が入っちゃって、これ同玉ならこれで詰むし、上へ逃げても馬がバックすればこれで詰んでるんで、この状態の時には、1五に逃げると。で、まあ、うっかりこういっちゃうと、こう逃げられちゃうんで、歩で王手して取った歩。で、1四に逃げて、1三角成で、これはもう同玉の一手で、2三まで積み上がりということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋シリーズは、こういった藤井聡太竜王が少年時代に頭の中だけで解いたと言われる伊藤寛寿の煙詰めや、圧倒驚く名士が登場する大道詰将棋や、まあ普通の探偵数もの、いろいろ取り揃えておりますので、再生リストからご覧になってみてください。ありがとうございました。